んちゃん、トイレですか。ジャン君、あーポンちゃん、砂をかけなさいよ。はい、ポンちゃん。今度はジャン君、ジャン君は砂かけ係なの？でもね、トイレ違うとこだったと思う。多分もう一個の方だと思うよ。はい、昨日は朝から防災訓練があって、午後には、長い、あの3時からですね、お昼過ぎの3時から夜8時まで5時間ぐらいオープンマイクライブありました。で、なんと3巡回ってくるということでですね、結構みんなヘビーだったと思うな。ということでですね、昨日は帰ってきてご飯を食べて割と早めにぐっすり寝ました。今日も朝寝坊しました。ジャン君とポンちゃんはなんだよっていうことですかね。ね。ポンちゃんは本当にピントを迷わせるね。この辺にピント合わせる。はい、また仲良しのお二人並んでます。ここは
なで待ちポイントと言われる部屋の真ん中です。人間の手の近くに来てこうやって待ってます。はい、チェンチェン、プンチン、ちゃんはちょっとだけ高いとこにいます。こういうノートの上に必ず乗ります。パンちゃん、面白いね、パンちゃん。パンちゃん。これだ。これちょっとリボン切ってもいいじゃん。ちょっと糸出ちゃってるからね。ちょっとだけ。ポちゃんごめんね。ちょっと糸だけ切らして。ちょっといいかね。はい、糸でした。糸でした。二人ともいい子ですね。同時なでなで、同時なでなで、よっ、同時に振り向いた。かわいいにょん。今日は特に何も予定がないので家で作業ばかりしています。ということでこのお二人もだいぶ気持ちの上で安定しているという感じですね。ピロピロじゃん。今日はお留守番ないよ。よかったね。ちょっとお留守番が多かったからね、最近ね。休息だね。うん、ジャン君優しい。えいちゃんくん、夜遅くなりました。12時近いかなくらいですね。そろそろ寝ます。昨日もあっという間に寝ちゃいましたが、今日ももうだいぶ眠いです。ジャン君は少し今元気になり始めてるのね。ジャン君、はい、はい、休み。